はい、私も歩きましたね。URGBP って来ました。13時32分16秒ですね。12月20日今日1時32分ですね。で、こちらの方にまた到着しました。連続来たんで疲れちゃった。こちらですね。で、奥、先ほどは13時16分22秒来たんですね。それから16分後ぐらいにユーロ GBP が来たんでね。GBPJPI が先ほど出て、これ勝ちましたね。勝率は 79.592 だったんですね。13個と投資がされてるシグナルがね。ということですね。ところを消して、ね。ちょっと痩せてね。で、これ一旦こう。で、こう立ち上げてみますね。で、これ今消えますね。ね、消えます。これ一回クリアされるんですね。よし、分かった。ね。まだ10分以上あるんで、勝敗は分かんないですね、まだね。先ほどのね、GBPJPI シグナルがまた分析されて、再度、また白文字になってね、シグナル待ちです。今のユーロ GBP はね、今出たんでクリアされて、今分析し直しですね。で、正確にということでね、そうしてます。みんなね、頑張るんで、人間たち頑張って仕事するんで、本当嬉しいですね。医者もね、頑張りますね。僕は医者の先生だから。大学の時にね、研究室の先生で、大学で一番優秀な生徒の研究室の先生を担当して、大学の先生の資格を取ったんですね。だからちゃんと、そうなっちゃったですね。一番優秀な学生の先生。ね、
勉強部屋と研究室ね。ですからね、いつの間にか先生の先生になっちゃったですね。還暦ですけどね。お、また塩なら出たんですね。13の4792と。こちら出てきました。2番目ね。ちょっとあれだけども。平均 PF 値がちょっと低いけどね。40以上。このインジケーターは分析は隠して表示されてませんね。戦略をやったら勝率は出てますね。で、これをとこっちに通していくだけですね。これ5分もあるんで分かんないですね、まだね。できるだけ長く撮影しておきます。分かりやすくね。